よく知よく知った。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前はナナちゃんでーす。みんなからポケモン博士って呼ばれちゃってるんでちゅよ。この世界にはポケットモンスター、略してポケモンと呼ばれる不思議な世界が、不思議な世界じゃない、生き物だったわ、いたんところに住んじょるんだべやっぴーや。いやてる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 、私の名前、我々人間は、ポケモンと仲良く暮らして、一緒に遊んで、力合わせて、仕事をして、一緒に練習して、お互いのポケモンをしゃぶり、そんな私たちポケモンの子たち、むちゃくちゃになってる、むちゃくちゃになってる。さて、そろそろ君のことを教えてもらおう。わお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 ちょっと待って、どうせなら慣れない自分になりたいんだけど、金髪美女たまらんしな、ちょっと褐色のいい感じの女の子もたまらん畜生だしな、まあ金髪でいこうか。ということで、いつものごとくですね、まあ本名は本名でやっていきましょう。ブルーポポポポポつっつっきーてらってってらって、おお急にブルーになった、おい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 、お前ブルーホースさんというのかねって言って、急に今度ブルーホースというのかって呼び捨てかい。まあいいけど、いい名前じゃん。でこっちの将来は君の友達だったな、彼の名前も教えてくれた前。あ、そうですか。じゃあ自分で行きましょう。あ、なんかライバルの名前まで決めなきゃいけないか。いや、ライバル、あれ、幼なのに。わかんないや。とりあえず、ちょっと待ってね。そっか、こいつの名前も決めなきゃいけないってことを忘れてたな。よし。どう？ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いいでしょ。いいでしょ。すーけーべ。もう見るからにさ、髪の毛が逆立ってるからさ、もうスケベンじゃん。これから君だけの物語が始まる。そこで君は様々なポケモンや、多くの人に出会い、何かを見つけてみせましょう。タラッタッタラッタ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 ッ。結局のところ、創作隊の努力もないし、珍しく赤いチルドレン、赤いチルドレンってなんだ？ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、トゥルッドゥルッドゥ。というわけで、特別番組に赤いギャラドスを、全国でテレビ寿がお送りしました。また来週、このチャンネルでお会いしましょう。ファッションショー。いやー、いい感じの、イケメンスタイルですね。ブルーチェック、知識。はい。以上。終了。ピン。すげえなあ、こんなに広い家がね、自分の部屋だったら、まあでも全部2階子供部屋っていうね、超贅沢なあれなんだけどさ、これはいわゆるあれ 1LDK というやつか。ちょっと待って、そう考えるとあれか、スケベン君、ごめんね、超ごめんね、あ、まあ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 、いいんだけど、いいのかもしれないけど、なんだっけ、そうここパパどこよっていう話なのと、ね、全ママどこで寝るのよって話なので、もしかしたらあの狭いシングルベッドで、シングルベッドで二人ママを抱いてた頃、スケベンの家どこなんだ、平屋が多い、ドゥイッテー、おー、まあ、これはオカマ掘ってきやがった、正面からはオカマを掘るから言わないんだけど、ブルーホースです。おい、泉に外国来るさ、送ってきたらパッキーやばいなってくれて、バッキーで、まだなんかあんの、忘れ物、騒がしいやつじゃな、おめえたまよ。まあ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 、いいでしょう、ということで、ジャバピッドゥイッテー、お邪魔します。あれ、なに、じゃあ一瞬合流しなきゃいけない、お母さん眠そう、夕方眠い時間だもんね。なんかうちの上司は、あの4時頃にですね、あのアルコールがそろそろあと1時間2時間で飲めるぞってなったら、あのガソリン注入前から急に元気になってくるんだけど、午前中はだいたい死んでることが多いですね。あ、元上司か、今部署変わっちゃって上司じゃなくなっちゃったの、まあすぐ近くにいるんだけど、そんなことはどうでもよろしく、スケベただのスケベ。おい、だ、なんかね、髪型がすごいよな、なんか鬼ヶ島みたいな髪型なんだけどな。うざ、おって、アルミジンやりとけばやりとけばやりとけば
から俺の前で見つけに行くんだよ。見つけに行きましょう。ね、眠いね。眠いね。ああ違う、俺が操作するのかよ。おめえが連れてってくれるんじゃなかったのか。連れて行ってくださいよ、勘弁してくださいよ。ということでこっちに行きましょう。パパ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 パ。よし、じゃあそろそろ戻りましょうか。4年ぶりの新王城はどんな感じ。新王城には珍しいポケモンが多い研究の仕方があるの。ここでカバンを投げ捨てていくっていうさ、大胆だよね。ありえんのかなって思うけど、君スカート短いな。キラッと回ってきてくるんだろうな。ってことで、ちょっと待って、パソコンがファイヤーボールが機能しねえって、やべえぞ、ファイヤーボール機能して、わかんない、ちょっと、まあ、いいや、あとでなんでしょうな、このタイミングでファイヤーボールが機能しませんってなったらさ、なんかありとあらゆるポケモンがこうなんか現実世界に飛び込んできますみたいな、うん、ということで、ダイオーむっくむっく、むっくるのむっくがむっくぐらってさ、で、どういうふうにしようかな。いや、あのね、ガチ勢は多分、あいつにすると思うんですよ。こいつこいつ、ヒコザルにすると思うんですよ。やっぱ素早さの問題があるからね。で、なんだかんだ水ポケモン、ポッチャマはすげえ人気なんだけど、さっきのヒカリちゃんがね、使ってたっていうところもあるんですけど、個人的にね、ハマネがちょっと邪魔っていう感じがするから、どれだっけ？やっぱね、地震という技が好きなので、ナイフにしましょうかね。なんで、ちょ、なぜ初めの選択肢がいいになっちゃう。あ、まあ、そっか。3つとも選ぼうかなと思って、間違えてハイにしちゃって、勢いで、残酷な天使のペースがなくならないようにってことですね。かっこいいな、これがブルーホースだぜ。どうもみんな、俺だよ。俺だ。さて、どこどこにしばきもくろう。いきます。あっと、ベチ。ぬふ。オッケー。半分か。ベゲベゲ。あれレベル3しか変わらないのに、こいつ防御力高いのかな。どっちかって言ったらあれだよね、ナイトルって確か攻撃力の方が高いポケモンになる。うわー、経験値超つらーってことで、うわー、俺のがヒコザルが強かったけどなーって。いや、まあ、いいんですけど、なんでお前しれっとなんか、お前の俺の方がタイプ相性いいからねっつって、カバン持っていきます。博士戻ってこいよ。何女の子にパシリさせてんだよ。それはそれでダメだよ。まあいいや、さっきので俺気づいちゃったし、ちゃ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 おかばほってやろうって、ブブ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 ブピピピューとピピピピューと、怒るなら怒る、返さなくて良さげな雰囲気が漂ってるんで、とりあえず、ああお家になんか問答無用で戻されてる。なんだろう、そうなんですよ、そんなことがあったんですよ。お母さんもなかなか奇抜な髪型してるよな。すげえマッシュルーム、マッシュルームって美味しいよね。最近ダイエット食とかで食べ始めたりとかしたんですけどね。まあもう、ようやく長い減量期間が終わって、今年はそこそこの体を作ることができたというところで、35歳から40歳の間に1回なんか大会出たいよね。まだ3年くらいあるけどさ。でもやっぱね、ちょっとね、子供が小さいっていうこともあったりとかしてさ、そういうのを考えると、今ね、パーソナルとかに通う時間っていうのは、まあ、ちょっと子供の方につぎ込みたいかなと思って、野生のポケモンが飛び出してくるから気をつけてくるんですよ、ゴス。こちらもなんか、あるかな、アイテム、何もない、戻る、こっち何もなかった。
なんかただの短縮なんですか。ってことで、ポケモンそろそろ出てきたよな、宇宙の。とりあえずレベル6くらいしか出た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 出トゥイン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 走って行けトゥイントゥインどこまでも早だよ。何3分の1しか食らわないだろ。お主やるぞ。何お主7分の1もダメージを与えてきたぞ。ってことはとりあえず戦いだ。叫べ叫べスケベスケベ。あ、それは俺のライバルの名前だった。うわー、いや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 、あれもこれって耐えないしかできない系女子。うん、ナイトルのナイトルはナイトル。そんなことさせないですよ。これ何、苗を取るからナイトルか。違うね、あの頑張ってるんだけど ED が治る。今僕がやったのはな、なになに友達のチャーチャーチャラチャラ ET の方だからね。フレンドリーショップのね、単独サムラディが多いことしようと思ったのに。さて、チャ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 、あ、ペシペシ、どうだ、痛いだろ。なに、攻撃力を下げてくる、だがまだまだ俺のマスターソードの威力は衰えないんだぜ。いくぜ、お霧の剣。あ、微妙になってるな。グエグエ、やべ、体力が半分に削られちまった。ゴリッとってしまう。だがまだまだ私は倒れない。ぬっ、体が足りない。ちょっと待って待って待って、吐きそう吐きそう吐きそう。なっ、オッケー、これでレベルアップですよか。どうだ、オッケー、レベルアップ。素早さ上がらない。この、おお、この音楽での術、え、忍びの里、え、なんだっけ、この炎、炎のこっち、違う、何を言ってる、ちょっと待ってね、あ、そうだそうだ、やっぱり早かった、24もあるよ、コビー・ブライアントという、まあ、それはそのままで、戦闘には見えましょう、試合は、自分で選びましょう、ニックネーム登録はもちろんします、それはね、いろんなポケモンにね、愛着を持たせるためにね、一匹一匹に名前をつけてあげるってことは、非常に大事なことだと思います。プレンドリーショップの店員が、こんなところで何をしてるの？何をしてるんだい？さ、せっかくレベルが上がったんでね、一匹ぶちのめして、あれもビッパしか出てこねえのか、もしかして。ビッパ、ビッパ。ねえ。なんかビッパを見てると、あれに乗りたくなった、スプラッシュマウンテン。ね。スプラッシュマウンテンもさ、アトラクションとして面白い。その落ちる瞬間がっていうよりも、個人的にはそこに登っていくまでのなんかストーリーが面白いなと思ったりするよね。蜂蜜を取ってるクマちゃんがいたり、クマさんでももう何年乗ってないか分からなくて、もう忘れたんだけど、ぜひ最新のスプラッシュモンテンしてみたいと思うんですけどね。ということで、あー、また半分に切り立ててしまってましょう、大変でしょうね。あーちょ、あーちょ、ブイOK! 見えてんてけてててててて。あれ、さっき10にもらってたのに、やっぱレベルが1個上がると、もらえる経験値が少なくなっていくってうちなんですね。ってことだ。失礼失礼。あー、見つかっちゃった視線に入っていない、始まったらいい。お前の視野広くね。博士が待っております。だだ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 だ。緊急場です。中。でっやな、お前さっきからの正面から。お前、怖いってめちゃくちゃだぜ。あ、何怖いし、むちゃくちゃだぜ。やばくない？すごいせっかちというか、あれなんですよ、こいつ、みこすりは。で、七カマディ、七カマディ、七カマディ博士。そうか、お前はルフィの仲間だ。知らなかった。D の一族だったのか。ありがとう、ナエトルがプレゼント、リキッドブルー。ということで、まあ、ナエルっていうのはあんまり良くないと思うので、やっぱその真逆のね、名前にしてあげようかなと思いますね。名前は、フル、ね、っていう、っていう、あれじゃないですよ、なんか推理小説、じゃなくて、そうです、フルダッチにしましょう。はい、いやさ、相棒の名前だよね。うん、相棒パートナーなのにさ、いや、で、何何、はい、七コマ D 博士です。図鑑、これお願いな。進路中、作ってるポケモン。
まあ、見るだけでいいんですね。まあそりゃそうだよな、捕まえられないことだってあるもんな。まあ見るだけだったらなんとかなるでしょう。全てのポケモンに出会うことによって光と共闘することとか戦うことはなかったんだって。60歳なんですね。まあまあまあ、ヒゲの具合が 60D 博士っていうところで、じゃあ、OK でヤンくん、こっちも、ね、選んでたらね、あの今度は彦座を選んでてね、私ジョソロだったのにとかって言ってくるんですよ。このツンデレボーイ、ツンデレボーイ、あ、ジジジツンデレゲーオ。さて、あなたあれ関東博士、あー、そうなんだ、大木戸博士、大木戸、大木さんもよく考えたら大木 D 博士やん。宇津木博士は宇津 G 博士、宇津 G もやって、宇津 G、ありがとう、いろいろ教えてください。あなたのまずはバストカップから教えてください。92の G、 やば、そんなことは、どうでもいいんですけど、多分あの70代、70代ね、てか待って、か、うん、あのあれだよ、70代、70もねえよ、サトシって10歳じゃん、小4じゃん、今さ、小4のさ、もうさ、なんだろう、ミニバスで教えてるけど、絶対サトシみたいになれねえって、10歳があんなボコボコ雷に打たれても生きてるみたいなさ、ありえねえありえねえってところなんだけど、さて、とりあえず回復はさせていかなきゃいけないと思いますので、大変お待ちいたしました、いつでもお越しください。で、こっちは、これは言ってちょい、光の家、光が家主だったんですね。ああ、そういうことですか。はい、了解しました。セーブとかしてた方がいいのかな。ごめん、セーブをしたタイミングでね、一旦ちょっと区切らせてもらいました。ということで、そんなことはどうでもいいだますっていうところなんだけど、とりあえず戻る、レベル伏せたいよね。出てこないんかい、レベルアップさせたいのに、出てこないんかい、まあいいや。とりあえずお母様に報告しに行きます。俺はこいつと旅に出るフルダチン。すごいことだよな、絶対ママドン引きだよ、ね、こっちしたい、こっちしたいなんだろうな。そうなんです、冒険モード、たってかたえっと、気になった疑問を持ったことが書かれている、いいな、そうなんですよ、なんかよく考えたら、このおっさんになる年になると、一人でそうやってなんか自由奔放にさ、しかもあの、いろいろさ、資金もさ、現地調達できるっていうことを考えたら、ねえ、羨ましいよな。だってさ、普通に旅行に出たらさ、お金稼ぐところがどん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 飛んでいくだけだもんね。そりゃね、あの旅系 YouTuber の方とかだったらさ、現地に行っていろんな旅してさ、そこで動画さえアップロードができれば、お金がチャリンチャリン月ごとに入ってきたりとかするからいいのかもしれないけど、普通はね、お金は出ていくだけですからね。ジュイー、え、何渡された、あー、帽子か、帽子か、はいはいはい、帽子か、あ、そういうの被ってなかったね。帽子ない方がイケメンなのに、やだ、帽子脱いで、だってムリムリちゃうよ、ねえ、あなたのあそこがドッピュンパッピュンってなっちゃうよ、ムリ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 、わー、出てきた、ちゃう、ちゃう、ちゃう、出るか、あ、違う、出っ歯じゃなかった、あれ、おー、お前出てくんのか、今まで鍵を潜めてやがったな、ということで、お前は逮捕してやがった、ムルダチン、あれ、でも俺まだモンスターボール持ってないよ、持ってねえ、残念。よし、じゃあとりあえず、あの木の葉、木の葉隠れの実は葉っぱを、葉っぱを攻撃当てる、しかも木の葉でしょ、それ痛くないんじゃね、何投げつけるみたいな、あーっと、よし、見て、グエッ、さてさて、タイヤタブリッド、OK、 いや、もう一発か、お耳塞いで、ミコロコロ、合わせてコロコロ、ミコロコロ、痛い、さて、ブルダチンで攻撃中、オッケー、シュッとマッハッタダッタッタラッタッチプン、オッケー、さて、じゃあこのまま進んでいって、まあ、だってあれどうせモンスターボールも手に入るでしょう、なんか、せっかくなんかさ、なんか戦いたいのになんかシュッとスルーされてる感じがするんですよね。ということで、ムックルー、
やムックル、そうなんだよな、そう、なんかね、結構ね、6体のポケモンをどうしようかみたいなところがあるんですけど、まあ一つこう自分の中で決めてるのは、さすがに伝説のポケモンを連れていこうっていうのはちょっとね、残酷な天使だからやらないようにしようかなと思ってるんですけど、あのだからなんだっけ、これに出てくるやつ、名前をどう忘れるか、表紙なのに、やばい、表紙なのに忘れるという、非常に怒られそうな感じだけど、なんだったっけ、あいつ、海王がじゃなくてグラードンでもなくて、それは1個前の作品なんだよ。ドワセでした、後でまた思い出したらなんか言うわ。そう、そいつをさすがに連れていくっていうのはね、確かあの殿堂入り前に手に入るはずだから、とりあえず売りに行きましょう。いらないのを傷薬は一応持っていこう。冒険の通りママからもらった殲滅の死の秒で売りさばくっていうね。でこれは最低10個買っていくのがお得ですね。あの必ずプレミアムボールがいて、だから9個とかっていうのは、ね、お財布との相談で売っちゃうと1個損することになる、まあ、1個損するというかもらえるはずのものがもらえないというか損をしてるわけだ。なんじゃ、おめえずっと待ってたのか。いやいや、知ってます。うわ、強制イベントかよ。まあ確かにあのチュートリアルとしてこれこの作品から始めたい初心者にとっては優しいのかもしれないですけれども、あの私からすると余計なお世話だこの野郎っていうところなんですよね。ぽっちゃままずは戦って叩いてあげてください。なんなら俺の方が強いぞ多分。この方がボコボコにしばき上げる。よくよく考えたら俺なんかベスト着てるみたいな感じになってる。あ、それが鋼になっていくっていうことなのかな。まあ、エンペルというなるとかっこいいですもんね。ということで頭がくるくる。なんかあれじゃない？ちょっと片足立ちしてない？今なんかフラミンゴみたいな形が。遅いわ。傷薬もめちゃめちゃモンスターボール持ってる。そしてお小遣いが俺よりもある。1万円だと。てかそもそもあれ8000円も持ってたぞ今。あれお小遣い8000円。まあいいな。10歳で8000円だとしたら羨ましいな。いいな。月に1000円しかもらえなかったからの小学生の時なんか年間1万2000円どうやって生きていけばいいんだよ。うん、少しでしょ。ありがとう。そうっすね。いや、くれるんかい。あ、でもここでもらえるんか。ちょっと待った。あ、じゃあまあいいかどうせあれだよ、スーパーボール、ハイパーボールよりからモンスターボール投げる方が確率が低いというだけでいつか捕まえられるでしょうっていうところだから、じゃあここで早速だけどポケモン捕まえていきましょう。まああれもうブリリアントダイヤモンドってさ、あのバイオレットスカーレットみたいに、あの光のポケモンの経験値ももらえるんだっけ。その光のポケモンの経験値ももらえるだけじゃなくて、しかもレベル40ちょうどいいじゃん。そう、視界の経験値のポケモンもあの経験値もらえるだけじゃなくて、あ、そうそれが気になるんだ。その機械のポケモン何売ってんだ俺は思ってたら、なんかすごい迷走してるんだけど、その機械のさポケモンのさ経験値を与えることができたとしてよ、できたとしてよ、浮気に、そう、なんだっけ、あれその直接戦ったポケモンの方がな、そのステータスとか努力値とかが上がりやすいのか、それともそこは変わりないですよって言ったらどうなんだろうな。うわ、めっちゃくれてんじゃん。20個もモンスターボールくれてんだ。超親切設計じゃん。昔のポケモンなんかね、もうあの最終的に稼ぐ手段が、もうあの四天王を何回もフルボックして殿堂入り何回するのよっていう、新しいチャンピオンになりすぎじゃねっていうくらいのね、で結局このチャンピオン暫定になってるはずなのに、またね、シゲルが四天王になり、じゃあチャンピオンになり続けるっていう、ちょっと謎のループ現象が起こっているってね。まあそんなのはいいんだけどさ。20kg 意外と重い。うちの娘よりも重かったわ。50cm で 20kg だったら相当重いよ。ってことはビーダルになった瞬間どうなるか。あ、ちなみに僕ね、青春時代はグリーン、レッド、金、銀、それからダイヤモンド、パールじゃねえ、あいことばしたルビー、サファイアをやった後に、この作品のダイヤモンドと、あとプラチナをめちゃめちゃやってたんですよね。プラチナのそのなんか、なんて言ったらいいんだろう、自由奔放というか、なんかちょっと。できることが増えた。やっぱこれも地下道でなんかちょっと遊ぶかなと思ってるとかしてるんですけど、あれやってからだから、あれが2008年とか10年とかだからちょうど高校生くらいの頃で、夜な夜な DS をね、親が寝静まった頃にパクってシコシコやってたっていう、こんな感じなんですよね。ごめんなさい、すごい早いですね。あ、よっ、あ、なかなか削りますね。わお、あれだよね、やっぱ短パン小僧って格好と同じでさ、シンプルイズベストで、やっぱり物理攻撃でボコボコに芝居くるっていうだけの簡単な作業ですもんね。ここで全言撤回、まさかの鳴き声をしてくると思っておりませんでした。とりあえずしばどうし、うら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 、
オッケーということで、うわー、やめてください、うげー、やばい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 、外さない、まあ、外しようがないんだけど、心配する。さあ、オッケーってことは、これちょっとあれだな、またこれ、ライバルじゃないや、なんだっけ、出てくる、それでもレベルがアップしない、レベルがアップしない、どうごめん、ごめん、よし、オッケー、戦っていくことで、そう、どんどん強くなって、どんどん力アップ、リティークさ、戻って、一旦ちょっとポケットモンスター入っていきまーす。出てきました。パッと下手くそすぎて、一瞬ちょっと入ってるところだけがチラッと見えたけどね。入ったけど出てきたっていう演出してみたかったんだけど、まあまあそんなことはどうでもいいや。で、ピッ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 、お兄さん、私と一緒にパンツと破こうや。これは、多分光よりもちょっと上の年齢の女の子になってくるのかな、多分女子高生だよね。さっきのやつが多分、推定同じ年齢だけど、こっちの女の子は多分5、6歳上ってところだよね。だから高校1年生か2年生か、だから受験シーズンの時にこんなところに行ったら、はぁ、お前何してんのってことだもんね。まあ、この世界に高校とかそういうなんか概念があるのかどうかは知りませんが、はい。ところで、女の子さ、高校生の女の子で知識として持ち合わせてるか分かんないけどさ、行け、古立ちに行く瞬間に、きっとならなくても大丈夫かな。で、よし、じゃあ、体当たりしていきましょう。あ、これ、はい、2回でボコボコにしばき上げてほしかったから、まあまあまあ、いいや。どうせもうすぐね、なんだっけ、ことぶきして、ことぶき退社してたね、もうちょっと出てくるからね。うん、わー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 。よし、OK、レベル8。てててててーん、てくれてて。ムックル好きに入れたいんだな。よし、じゃあ、ほい、お目覚めの時間でございまーす。ゴーハゲアタックおりゃー、レベルが、おー、禁止状態。あーおー、身が吹かれてしまいましゅー、ダメ。いや、大変です。大変です。さて、悔しい、ぷいっと振り向かれてしまったんだけど、まあそんなあなたは私に抱かれて終わりましょう。さて、こうは進んでいくはよろしいんですが、ビッパか、違うんだな、もう来るが欲しいんだな、もう来る。とりあえず飛行タイプが使える技で攻撃力がボコボコに高い、またちょっとその分防御力が低いっていう辛さはあるんだけど、まあ初期で手に入るメンバーから言ったらムックホークを連れていきたいところだから、多分ムックルは主人公になるはずなんですよ。でもビッポはちょっとステータス的にはきつい。だから秘伝技要員としてはなかなかいいところがあるのかもしれないですけど、オッケー、チャラチャチャーン、チャラポポピピピン、プププンププ、出川レベル5、おお、なるほど、ありがとう。で、ね、クルン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 、とりあえず、一発だけ減らしてみて、うわーおー、めちゃめちゃ減りますよ。だからだったら、じゃあそろそろ終わりにしようか。バハムート、お前からバハムート召喚させてみせましょう。死んでよ。ドゥル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 、ゲットアイ、ゲットアイ。よし、じゃあ、これ捕まえて、ことぶきシティまでたどり着いたら、イベントごときになければ、そのまま今日は終わりにできるのかな。おーおー、気づいたら、もうすぐ30分もってる。名前は、あなたから。まあ、やっぱりね、筋肉ムキムキムックホークだからね、血管拡張作用を持ってるですね、アルギンをそのまま言うとあれだから、アルギンヌーにしとくかな。なんか昔さ、小学校の時の方からさ、なんとかルーみたいなさ、知ってるとかさ、あるとかっていうのさ、知ってるとか、あるとかってさ、お前それ知ってるのとかってさ、よ、知ってるよ、知らんねやとかって、しょうがない、丸まいみたいな顔したやつがいたな、そういえばな。で、なんか地元の
地元だと野球、高校野球を新聞で取り出させてくれるっていうさ、なんか野球だけこうなんか神格化されてるっていう、ちょっとすごい嫌な思いがあった。その嫌な思いって、野球が取り出されることが嫌っていうわけじゃなくて、野球だけが取り出されることが嫌っていうね、他のスポーツ取り上げろよって思った時期があったんですけど、そこにね、活躍したのか、そいつの名前が一緒だけど、丸前にヒット放つみたいなね。ガチの丸まいちゃったらどうやってバット持ってるのって話、グローブをはめるところがないし、どっちかって言ったらやめとこう、さて、だよね、丸まいとか言うのはさ、お尻の穴とかに入ったらポンって爆発したらさ、だってあれなんとかビーズみたいな感じになるじゃないですか。ね、もうちょっと健全に生きていきたいと思います。キズムスリー、僕のなんかすさんだえぐれた心にぜひ傷薬パッドを塗っていただけたらなって思うんですけど、さてムックルがムックムックオッケー、これたちにケイ、お前たちのじゃあお前たちのじゃねえや、それたちのピシュ、あれみんな何だったのか、じゃあこいつの方が良かったか、これさ、メスとオスでさ、なんかメスの方が防御力上がりやすいです、オスの攻撃力が上がりやすいですとかって、そういう差とかあったりするのかな。ポケモンでさ、そのオスだメスだのさ、筋肉量の差とかあったりするのかな。ちなみに人間はですね、男性、成人男性の 100% の筋肉に対して、女性の成人はですね、大体60% から 70% 程度だって言われたりとかします。つまりですね、男性がベンチプラス100キロ上げる場合には、女性は60キロ上げれば、ダンスの100キロ上げてみると、ニアリーイコールみたいな風に考えてもらえたらなというところですね。さあ、昔ダンスでは45キロくらい上げる女の子が、ですよね、そりゃそうだ、だってまだ3匹しか捕まえていないもの。待て、お前な、なんかさっきの町に戻ろうとしてるんじゃなかったのか、あれ行って戻ってきただけ、だからもうスッカーじゃん。まあいいや、お兄さん、僕とファンス、いろんなところにそうすれば道が開けるわよ。あ、そうだね、石あるところは道が開けるってやつですよね。ほんでからのこっちに進んでいって、とりあえず回復だけさせていきましょう。とりあえずね、捕まえてポケモンボコボコに仕掛け上げちゃったからね。チャ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 して、またご利用お待ちしております。あれ、ナースってナースさんってジュディさんだっけ。ジュディは警察の方か。うわぁ、イヒちゃんに捕まった。まだでしょ、そのトレーナーズスクールどこよ。まだでしょって言うだけじゃなくて、どこなのかをぜひ教えていただきましょう。トレーナーズスクールどこ。お兄さんピエロしようや。もうなってたわ。ほんで噴水が上原愛になって、こっち下、これか、これっぽいね。ダメだ、ね、動画邪魔です。石つぶせみたいに引っ掛けてきて、ヒーロッシュで、なんでおめえがいるだっしゃ。おめえ、あれなのかな、勉強とか全くできなさそうなタイプに見えるのに、何、ああ、どうぞしましょう。いけー、僕のポケモン。僕のポケモン、なんか外国では男の人がポケットモンスターっていうらしいですけどね、それ大丈夫なのかな。ポケモンって略してるからセーフなのかな。でも正式名称だったら、うわー、いけー、おちん、いけー、おちん、決めたちんで、しかもオスなんだよな、こいつね、よく見たらな。女の子だったらミスになんのか、早いチャージされてませんかい。あれ、今回今一つの子だ、ガジビームって、あ、電気とかただ速攻が上がってるから辛いんだなーって。こいつ攻撃力じゃないや、速攻はめちゃめちゃ高いんだけど、防御力、速防がめちゃめちゃ低いはずだ。じゃあ防御力が低いのか、決してもね、クーニングはね、やっぱ素早さも高いし使いたいんだけど、ちょっと残念なお知らせがあります。私、ポケモン通信のできる友達がいません。チャラリ、鼻から牛乳。よし、覚えたことを忘れないうちにどんどんやっていこう。イエイエイ、チャチャチャ。さすがにこの年の女の子にまで手を出そうとはしない。さっきのミニスカートも未成年だから手出していけねえよっていう話なんですけど、そうだから、エリートトレーナー、アロマのお姉さんレベルだったらね、上とか下とかパッチンパッチンしてあげてもいいかもしれないですけど、チャージビン、同じことしてくるんだ。さっき隣でそれやって負けてたのに、テレポートで逃げてくればよかったけど、まあ、テレポーテーションってポケモン1匹しかいなかったらあれなのかな。てか、このトレーナーのスクールなんか、お前もっとポケモン捕まえろよとかって、なんかアドバイス、いや、お前のが強かったでやんすね。マジか。
そして外れる。あ、そうか、チャージ金があるから90の50だっけ。命中率90の威力50だから、そんなのかな。よし、おっ、じゃあトレーナーズスクールにも行って新しいところに行けるようになったところで一旦、あー、なんだこれ、森高だったのか、森高ちゃんだったね。一旦この辺りでじゃあ終了とさせてもらいましょうかね。大丈夫かな。うん、たとえ水の中、草の中、あの子のスカートの中、キュッ、まだ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 大変だけど、必ずゲッドゥ。いやー、いいですね。で、つけ麺、はい、つけ麺、はい、ちゃんちょがちゃ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 ん。はい、まあいいや。あー、どうもありがとう。俺も別にいらないんだよ。なぜなら全部頭の中に入っているからな。それは怖い。しちゃいっか。で、どう、ああ、珍しい。ゼロ距離だとドンができないんだね。でも接近戦はナイフの方が早いってご存知だって。知らん。メーカーも違うからやばいから。寄ってみなさい。じゃあ寄ってみせましょう、ホトトギス。こっちに行けませーん。お姉さんな。もうちょっと分かりやすい言葉で言ってください。横文字じゃなくて縦文字にしてください。私、日本人なんでございます。さて、なんかもう次々とイベントが立て込んできて、もう、ポケモントレーナーです。一応ギリギリです。ポケッチです。なんだろう、ネズッチの仲間なんですか。大喜利してみせましょうか。はい、じゃあ、このピエロを全員捕まえたら、とりあえずこいつが一匹目もおしまいしたい、持たせることできます。はい、木の実のように、はい、引き換えて3、え、3、3、3、2、1、オー、ドゥ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 。まだでもありますよ、それありますよ。技にタイプがあることによっていろんなことができたりとかね。オッケー、キャチャカバペッピッピン、世界に羽ばたくポケッチウォッチ。あと1匹どこだ。あと1匹のピエロポリンクク。こっちの方は出口だからいないから、お兄さん、スケベしようや。経験値強くなります。全部ハイじゃん、全部ハイじゃん。結局ハイじゃん、結局ハイじゃん。ハイになってる俺みたいです。はーい。じゃあポケッチ手に入れたところで一旦、じゃあ36分超えちゃった。はい、じゃあ区切らせていただきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。次回も頑張って進めていきます。ではまた。お疲れちゃん。